J1 鹿島アントラーズは17日、茨城、鹿島市内で練習を行い、約1時間半、紅白戦などで汗を流した。表、首位鹿島、2位川崎 F と勝ち点7差、J1 順位表第32節の浦和レッズ戦、鹿島は、浦和がアクル決勝に進出したため5日に消化済みで、今週は試合がない。18日のリーグ戦で2位川崎フロンターレが敗れると優勝が決まる状況だが、主将と MF 小笠原光男、38、は、川崎 F の敗戦を期待してもしょうがない。残り2試合しっかりやるだけ、と話した。18日は午前に通常通り練習を行うのみで、川崎 F 戦を選手らが集まって観戦する予定はないという。また、この日は日本代表の欧州遠征メンバーに招集されていた DF 正次元24がチームに合流。ブラジル戦、ベルギー戦ともに出番はなかったが、悔しさを引っ張ることはないです。今は鹿島も大事だと思うし、この悔しさをリーグ戦にぶつけるということもない。しっかりと切り替えていきたい、と話した。ベンチから見た2試合については、実力差を認めつつも、やれる手応えがある部分もあった。最後の大事なところでミスがあったり、そういうところだと思う。印象に残った選手については、ブラジルの、マルセロは絶対にバックパスをしない。どんなパスが来ても絶対に前を向いていたし、ブラジルの選手はプレスに行っても最初のワントラップで剥がしてくる技術があった。あとはベルギーのデブルイネは群を抜いていましたね。ミスがほぼないし、輝いてました、と振り返った。